コマンダン・ブレゾンは、フランス海軍のデスティエン・ヌドルブ救通法艦13番艦。艦名は、第二次世界大戦中、潜水艦、スルクフの艦長を務め巡職した、ジョルジュルイ・ニコラ・ブレゾン海軍中佐に由来する。コマンダン・ブレゾンは、DCN ロリアン交渉で建造され1979年11月15日に、寄港、1981年3月7日に、浸水。 1982年4月28日に就役する。コマンダン・ブレゾンは、ラパリスト命名都市の関係を結んでいる。コマンダン・ブレゾンは、ブレストに配備され、海外領土や経済水域の警備のほかに、潜水艦部隊の支援や、法執行活動及び救難を担当し、海洋における諸任務に当たる。1985年に、ニューカレドニアへ航海し、 1991年の湾岸戦争に参加した。2000年2月にペルシャ湾においてアラブ首長国連邦と合同演習を実施、航空母艦、ホッシュなどと共に動乱状態にあると想定されたアブダビを攻撃する訓練を実施した。2001年2月にダブリンを訪問し近海にてナト o 各国軍と対戦戦演習を実施する。2001年8月に コートジボワールを訪問2002年前半期には DCN ブレスト交渉において改修工事を受け9月には第150合同任務部隊に参加するため航海アデン湾に向かう2007年8月22日同年6月に襲撃されたデンマーク席の貨物船ダニカホワイトの乗組員の解放に伴い保護に当たっての支援活動を行う同年9月には D645 ラモットピケと共に、インド海軍とバルナ07演習を実施する。2008年10月8日に、ブレストからインド洋に向けて出港し、第1 5十合同任務部隊と合流し、約4ヶ月間の任務にあたる。2009年10月12日、北ヨーロッパ諸国訪問のためブレストを出港し、同月下旬にドイツキールに寄港し10日間の演習を実施。 11月に、ラトビアリガに寄港する。海軍ニュースキール、エル、エスコレイスタドズ、2009年10月22日海軍ニュースリガ、ユヌエスコレイシュールレトレイシーズジコマンタントブリソン2009年11月12日。ありがとうございます。